今2020年1月1日の歌舞伎町におります。歌舞伎町ってすごいですね。正月元旦なのにネオンの数が全然変わんないんですよ。パセラも元気に営業中だし、ロボットレストランとかもやってますね。さすがにロボットレストランのあれが飛んじゃうかな。あ、でもいけそうですね。フィルミックプロでロボットレストランのところに露出を合わせればなんとか撮れますけど、前に車が通るたびに露出が変わっちゃう。で、指をこうやってやると露出が変わっちゃうんですよ。わかります？ほら、あ、でも食いつくね。いいね。歌舞伎町にいると全然正月っぽくないな、これ。ほら、なんかキャバクラ城っぽいの見るし。違うな、あれ素人だな。外人さんも多いね。で、ほら、ゴールデン街やってんのかな。あそこに有名なクラブみたいのがいつもあるんですけど、どん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 なってるやつ。さすがにあそこやってないですね。休みが多いのかな。ちょっと見てみましょう。正月元旦のゴールデンやってる。さすが。あ、でもここだけやってて、あとは閉まってる店が多いですね。まあさすがにそうっすよね。このお店やってないですし、ここもやってない、ここもやってない、ここあそこもやってない。ただ今時間、これ真っ暗なんですけど、まだ6時なんですよ。ゴールデン街営業時間遅いですからね。あ、でも休みって書いてある。さすがに休みなのかな。で、向こうが花園神社で、もうちょっと向こうに行くと吉本の本社があります。宮迫事件の時はすげえ報道陣でいっぱいだった。こんな感じですよ。 iPhone 11 Pro すげえ綺麗に撮れますね。これ普通の広角モードです。超広角だともうブレブレの甘々になっちゃうんで、夜は広角モードを使ってます。で、あとはですね、できれば夜はなるべく動かさない方がいいっすね。こう止まってれば完璧な絵じゃないですか。というわけで現場からは以上です。これから新年会がありますので失礼します。